に実験がスタートってわけじゃないの？3年後にその樹脂が室温に戻って平らになったらスタートね。実験が始まるまでに3年もかかるの？この時点で大変な実験ってわかるでしょ？こんばん、世紀の大発見だ。ミステリー案内人です。まだ案内人さん、今日は実験をしているの？はい、闇の世界のためにも気になることは実験と研究の繰り返しです。案内人さんは偉いわね。根気強いっていうか、粘り強いっていうか。いえいえ、これくらいは簡単な実験です。世の中には人生をかけても終わらない超長期的な実験もあるんですから。人生をかけてって一体どんだけ壮大な実験なの？それでは今日のお話をどうぞ。ああ、もうまた失敗。実験なんてめんどくさい。彼女は殺し屋のガーナールカラム。獲物は爆弾で、今までに様々な爆弾を自作してきた爆弾のスペシャリスト。今日は母であるシュガーに頼まれて新作爆弾を作っているようですが、なかなかうまくいっていないようです。お母さんの指定爆弾、どれもこれも難しすぎるんだよ。また一からやり直しだ。気がめいるよ。そんなに嘆いてどうしたのよ。あ、イメリア。ランチに誘ったのに研究所で缶詰だなんて連絡が来たから、息抜きにでもなればと思ってスイーツ持ってきたわよ。ありがとう。そんな時、ガーナを心配した復讐屋のイベリアがやってきました。それで一体今回は何の研究をしてるの？お母さんに新作爆弾を作ってって言われたんだけどね、一番適した材料の比率がわからないの。しかもこれ 0.01mg でも狂うと威力がおかしくなっちゃうし。なるほど、少しずつ量を変えて実験していくしかないのね。そうなの、もうめんどくさいよ。でも数日、長くても数週間あれば終わる実験なのよね。まあ比率さえ割り出せちゃえばね。使う爆薬も3種類だし。それならまだ全然マシよ。この世には人生をかけても終わらない実験だってあるんだから。そうなの？息抜きにちょっと出かけましょうか。こうしてガーナはイメリアの提案で実験を一時中断することに。この図書館は何回か一緒に来たでしょ。本の中の世界に入れる図書館よ。むしろガーナが本の中に連れて行ってくれたんじゃない？へえ、そんなこともあったね。懐かしいなあ。それでどんな本を探しているの？あった、これ。人生が終わる超長期実験5000。あ、本が光り出した。いやー、こうして二人は人生が終わる超長期実験5000という本の中の世界に入ったのでした。オックスフォード伝令の実験。ここはどこかの実験室みたいだにゃ。あ、あれを見て。お兄ちゃん、本の中の世界は私たちの想像力も反映されるからね。師匠が実験を再現してくれるんだわ。さて、実験を開始しよう。オックスフォード伝令は1840年に製作されたものと言われています。質電池による電気作用が物質的な作用によるものなのか、それとも化学的作用によるものなのかを区別するために行われました。つまりどういうこと？こんな風に液体による電池じゃ物理的作用での発電か化学的作用での発電かわからないでしょ。確かに。だから乾いた電池を使ってみて動きを観察しようっていうのがこの実験の始まりよ。あ、お兄ちゃんが何か作ったよ。あれがオックスフォード伝令ね。さあ、この装置はいつまで鳴り続けるかな。楽しみだ。実験はシンプルです。乾電池の役目を果たす2本の乾電体の間に直径4ミリの金属球が吊り下げられます。そしてこの金属球は電池が生み出す静電力によって交互に鈴にぶつかって音を鳴らすのです。金属球が片方の鈴に触れた瞬間、金属球は電気を帯びて静電的に反発して
もう片方の鈴に引き寄せられる。そして同じことが繰り返される。すごい。確かにずっと鈴は動いてるね。ええ、これが繰り返されるのがオックスフォード伝令の実験よ。でも別にこれで終わりでしょ。全然長い実験じゃないじゃん。甘いわね、ガーナ。この鈴は作られてから今までの182年間ずっと作動し続けているのよ。182年。この金属球は2つの鈴の間を 2Hz、 つまり1秒に2回程度の周期で触れているわ。ってことは、実験開始からこの鈴は100億回以上も鳴っていることになるわね。世界で最も長く鳴り続けている電池式の鈴としてギネス世界記録にも認定されているわ。すごい。しかもこのギネス記録を中断なんて誰もできないから、このオックスフォード伝令の内部構造を知っている人は誰一人としていないの。気になるにゃ。実験が開始されてから研究者が亡くなって、それでも今もなお続いている超長い実験ね。今はオックスフォード大学に置かれているわ。ヒーラ細胞実験。ああ、人の細胞を培養したい。リアルなお兄ちゃんだったら絶対言わないやつ。今回はどんな人物の実験なの？時は1951年。生物学者のジョージ・オット・ゲイは人由来の細胞を安定的に培養し続けられなくて悩んでいたの。当時の医学、生物科学だとカエルやニワトリ、マウスなどの培養はうまくいっていても、人の細胞を培養する技術はなかったもんね。ええ、そうよ。だからジョージは人由来の細胞の安定的な培養に心が燃えていたってわけ。さあ、癌細胞ならどうなる。あれは何をしているの？人の細胞を培養させたいジョージは、普通の細胞よりも異常な速さで増殖を繰り返す人の癌細胞に目をつけたの。確かに癌細胞って増殖したり転移したりするっていうもんね。ええ、だから彼は自分が勤務する病院にいる癌患者ヘンリエッタ・ラックスの癌細胞を取り出して培養したの。うおー、これは素晴らしい。うまくいってるっぽいよ。ヘンリエッタから抽出された癌細胞はすごいスピードで増殖して、これまで人細胞でできなかった安定性も簡単に確立したのよ。やった、これは人類の進歩だ。ヘンリエッタ・ラックスの名前から細胞はヒーラ細胞と名付けよう。こうして彼は世界初となる人細胞の培養に成功したわ。実験もう終わったじゃん。全然長くないじゃん。いいえ、ここからが本番よ。なぜなら今現在でも当時取り出されたヒーラ細胞の培養されたものが世界中の研究室で使われているんだから。え？それって70年以上も前のヘンリエッタの細胞が今も生き続けてるってこと？そうよ、彼女の細胞は今もなお医学界や生物学界に多大な貢献をしているの。ヒーラ細胞を用いて報告された論文は6万以上にも及ぶと言われているわ。すごい。あ、じゃあ死んだヘンリエッタも嬉しいだろうね。それはわからないわ。実はこの細胞はヘンリエッタの許可なしに勝手に取られて培養されたものなの。え、それってダメでしょ。でもその事実が分かったのはヘンリエッタの死後20年以上経ってから。それまでもヒーラ細胞は様々な実験や商業目的にも使われていたけど、その利益の一部を彼女の家族が受け取ることはなかったわ。その後どうなったの？彼女の子供たちが事実に気づいて裁判を起こしたけど、結論は問題なしとなったわね。家族としては複雑だったろうけど、医学界にすごい影響をもたらした実験だったんだね。長期的進化論実験。ポケモンみたいに進化する瞬間が見たい。またお兄ちゃんが意味不明なことを言ってるにゃ。彼は生物学者のリチャード・レンスキー。彼は進化の瞬間を見たいと思ったのよ。進化の瞬間ってどういうこと？この地球上の生物は進化をしてきたでしょ？虫や魚、鳥や人間すべて。確かに、人間も昔は猿だったって言うもんね。だけどその進化は私たちが想像すらできない時間をかけてできたもの。
だから進化をする瞬間を見ることは誰もできない。それでこのリチャードは生物が進化する瞬間が見られる実験を始めたってことだね。そういうこと。よし、大腸菌をたっぷりと使おう。時は1988年、リチャード・レンスキーは長期的進化論実験を大腸菌を用いて開始したわ。なんで大腸菌？増殖しやすいからよ。彼は増殖した大腸菌の 1% を新たなフラスコに移して培養、また培養したら同じことを繰り返した。12種類の大腸菌が6万5000世代にまで継続的に培養したよ。そして彼は増え続ける大腸菌12種類それぞれの進化と突然変異を追跡した。すごい増えたね。あ、でも増えただけで進化はしてないんじゃない？その通りよ。実際にリチャードはなかなかに大きな進化の瞬間が見られなくて、実験を中断しようかと悩んでいた。くそ、他にも魅力的な実験はあるし中断すべきか。で、これは何か変化があったみたい。ええ、実験開始から15年後の2003年、大腸菌のある株がエネルギー源としてクエン酸塩を利用する進化が発生したの。15年も頑張った結果だね。これは超突然変異状態か。その他にも6万世代以上経過した後、12個体群のうち6つは超突然変異状態に進化したわ。これらは普通よりも100倍のペースで突然変異を発生させる進化だったの。生物は時間をかければ自然と進化するってことが証明されたんだね。ええ、大腸菌といえどちゃんと見える形で進化を証明した素晴らしい実験よ。今現在も継続中と言われているわ。世紀の大実験っていうのは何世紀にもわたって続けられるってことなんだにゃー。ピッチドロップ実験。この固体は液体なんだ。固体で液体？ちょっと何言ってるかわかんないんだけど。これはピッチドロップ実験。ピッチをドロップさせる実験よ。イメディアまで意味不明なことを言い出したにゃ。時は1927年、オーストラリアブリスベンのクイーンズランド大学でのこと。物理学者のトーマス・パーネル教授は固体のように見える物質も実は非常に粘性が高い液体だということを証明しようとしたのよ。その固体のように見える物質がピッチってこと？ええ、そうよ。ピッチは黒色で粘弾性のある樹脂、アスファルトとかもそうね。なるほど。でもそれが実は液体だってどうやって証明するの？よっこらせっと。あれ、何か流し込んでる。トーマスは熱して液体状にした樹脂をロートに流し入れているのよ。この樹脂が下にあるビーカーにどれくらいの時間で落ちていくかを測るためにね。そっか、時間がかかっても下に漏れて落ちていったらそれは液体だもんね。そういうこと。水だとドバドバと下に流れるけど、樹脂はどれくらいの時間がかかるかっていう実験ね。これは時間がかかりそうだ。1927年にまずは実験の準備としてロートに樹脂を注入したわ。すぐに実験がスタートってわけじゃないの？3年後にその樹脂が室温に戻って平らになったらスタートね。実験が始まるまでに3年もかかるの？この時点で大変な実験ってわかるでしょ。さあ、切断するぞ。あ、ルートの先っちょを切ろうとしてる。ええ、3年後の1930年にとうとうロートの先が切られたの。さすがに漏れてこないか。全然様子は変わらないね。ええ、ここから長い長い戦いが始まるのよ。一滴落ちている。すごいにゃ、やっと一滴ビーカーに落ちたよ。実験開始から8年後の1938年にね。一滴落ちるだけで8年もかかるのか。その後はどうなったの？それぞれ落ちた年数は以下の通りよ。一滴落ちるのに時間がかかりすぎだにゃ。8滴落ちるだけで70年かかってるからね。ちなみに9滴目は下に置いてあるビーカーを交換する際の振動で雫がちぎれちゃったの。なるほど。
計算すると、わかったぞ。そしてこれらのデータから最初のトーマスの目的であった樹脂の粘性が計算されたわ。どれくらいだったの？水の2300億倍よ。え、それもう固体と一緒じゃん。まあそこを固体と一緒で済まさないから科学者は面白いってことよね。ちなみにこの実験は管理者が引き継がれることで今もなお続いているわ。すごい執念だにゃー。ハーバード成人発達研究。最後は私が直接紹介するわ。これはハーバード大学が行った成人発達研究と呼ばれるもので、今現在80年以上にも及ぶ史上最も長期にわたって成人を追跡した研究でもあるわ。いやー、これまた長い研究だにゃー。どんな内容なの？2つのグループに分けられた724人の体の健康と心の健康を追いかけ続けたの。研究の目的は幸福と健康の維持に本当に必要なものは何かを明らかにすることよ。どんな人たちがいる2つのグループだったの？一つはボストンで経済的に恵まれない環境で育った人たち456人、もう一つはハーバード大学を卒業した268人のエリートたちのグループよ。対照的なグループだね。1938年からこの計724人に対して血液サンプルの分析、脳スキャン、アンケートや家庭訪問などの調査を何十年と続けたのよ。彼らの仕事や家庭生活、健康状態を知るためにね。徹底的だにゃ。調査対象となった被験者たちには様々な社会階層の人たちがいて、途中で経済的な困窮から抜け出した人もいれば、病気になったりと逆の道をたどった人もいたわ。それで結果はどうなったの？調査は今も継続中だけど、ひとまず結果は出たわ。幸福と健康の維持に本当に必要なものは、富でも名声でも学歴でも家の環境でもない、より良い人間関係ってことよ。人間関係？そうよ。どんな状況でも家族や友達、社会とより良いコミュニティにつながっている人ほど身体的な健康度は高くて長生き、そして幸福度も高いことが分かったの。724人の中で幸福な人の共通点がそれだったんだね。ええ、そしてさらに大切なのは友人の数や交際相手がいるかではなく、温かくて親密な関係性の人が身近にいるかどうかということも分かったわ。なるほど、大事なのは身近な人との人間関係の質ってことね。そうよ、お金や学歴、名声なんて関係ない。信頼や安心ができて互いに頼り合える人が身近にいれば、人は幸福になれるってこと。80年にもわたる研究の結果だし、素直に受け止めるにゃ。私たちはずっと仲良しでいましょうね。うん。今回の人生が終わる超長期実験5000はどうだった？何年何十年と時間をかけて頑張ったからこそ素晴らしい研究結果が得られたんだなーって思ったよ。私の研究なんて長くて数週間、それに比べたら楽勝って感じでしょ。さ、息抜きにもなっただろうし、また爆弾の実験を再開しましょう。私も手伝うからさ。やったー、イメリアン、ありがとう。まさか世の中にあんな長く続けられている実験があるとはね。私たちの生活が日々便利になったりしているのは、研究者たちが何年も何十年もかけて実験をしてくれているおかげでもあります。感謝しないとですね。ほんとね、ピッチドロップ実験なんて一滴落ちるまで待つのに気が遠くなりそうだもの。あ、でも闇の世界では1000年もあっという間だし、意外と科学者には嬉しい世界かも。そうですね。黒猫ファミリーのみんなはどの実験が気になったかコメントで教えてね。それじゃあバイバイチー。よーし、これで100回目のチャレンジだにゃ。大丈夫、今度こそきっとうまくいくわ。これにこの材料を入れてと、えい、いやー、ちょっと何なのよこれ。あー、また失敗だにゃ。物体が変化してバラになっちゃったよ。これ
れはこの前別の依頼人にお願いされて作ったやつだったにゃ。あなたそんなこともできるの？この子いつも失敗ばかりしているように見えて実はとんでもない才能を持ってるんじゃ。いや、80年の実験に比べれば楽勝楽勝、次こそ成功させるぞ。そうね、私もどんな爆弾が完成するか見届けるわ。いい？今からここで1週間生活するわ。教えた設定を言ってみて。お父さんは単身赴任中、お母さんは専業主婦、ガーナは一人っ子で、学校は今転校手続き中だにゃ。よろしい。それじゃあ一般人親子として任務開始よ。こんばん、アメンボ、ミステリー案内人です。アメンボを追いかけていたらすっかりアメンボサイズになってしまいました。今回は無断駐車にまつわるとんでもないお話をしましょう。私の名前はバネッサ。どこにでもいるごく普通の主婦なんだけど、数日前からお隣さんが新しく引っ越してきた。あ、シュガーさん、ガーナちゃん、おはようございます。おはようバネッサ。これからお仕事？いえ、今日はちょっとお休みで、これから病院に行こうかと。え、おばちゃん具合悪いの？ううん、実はね、お腹に赤ちゃんがいるかもしれないの。すごい。それはおめでとう。大事な時期だから無理しないでね。ありがとうございます。それじゃあ失礼しますね。お隣に越してきたシュガーさんとガーナちゃんは礼儀正しいし気さくだし、いい人たちでよかった。お父さんが単身赴任だって言うし、知らない土地で不安よね。話し相手になれたらいいんだけど。おいてめえ、なんで俺の駐車場に勝手に車止めてんだよ。はい。さっさとどけよ。私は駐車場に振られている番号を確認する。そこは私が契約している26番と書いてあるし。あの、番号を間違えていませんか？26番は私がアパートに引っ越してきてから5年間ずっと契約しているところなんですが。ああ、嘘言うな。俺が毎日使ってるのに。どかねんなら警察呼ぶぞ、警察。え？なんだよ。あ？わかった、今すぐ行く。次この駐車場に黙って止めたら警察呼ぶからな。捨て台詞を吐いて男はどこかへと消えていく。私は突然の出来事に頭がついていかず、しばらくその場で呆然としてしまった。車を動かすことが怖くて、結局その日は病院に行くことはせず、家でおとなしくすることに。実は今夫は出張中で、相談したり頼れる人がいないのだ。自宅で検査しただけだけど、今現在妊娠している可能性が高い状態。心細いな。今夫に電話しても無駄に心配をかけてしまうだけなので、ひとまず今日は眠りにつくことにした。あら、おはよう。病院はどうだった？それが昨日ちょっといろいろあって病院に行けなかったんです。だから今日こそはと思って。何かトラブルでもあったの？大したことじゃないですよ。それじゃあ行ってきますね。その後駐車場に行き、車を出そうとすると、今日も無断駐車しやがって、いい度胸だな。案の定あの男がまた大声で迫ってきたのだ。あの様子から見ると多分私が出てくるのを待っていたのだろう。あの、昨日も言いましたけど、ここは私が契約している駐車場です。何なんですか？そっちがその気なら出るとこ出てやるからな。ちょっとあなた。結局、男の人はスマホを取り出し警察を呼ぶことに。すると、5分足らずで警察が到着。こいつが俺の駐車場に勝手に車を止めるんだ。
しょっぴいてくれや。本当ですか。そうなると違法駐車ということになりますが。あの、その男性にも説明しているんですけど、その26番は私が月決めでお金を払って契約しているところです。大家さんに確認していただいても構いませんが。え、そうなんですか。警察もそりゃびっくりでしょうね。警察立ち会いのもと、私は大家さんに連絡すると、大家さんが契約書を持ってすっ飛んできてくれた。あの、どうしてこういうことになっているのかわかりませんが、バネサさんはきちんと契約して料金も滞りなく支払っておりますので、こちらその契約書になります。拝見させていただきますね。警察は隅々まで契約書に目を通すが、不備はもちろん見当たらず、言葉を失う。ですね、この状況的に、そちらの男性が無断駐車をしているということになりますが。そう言うと、警察も男性に冷たい視線を向ける。しかし男性は全く気にしていないようで。俺も毎日ここ使ってんだよ。その間、この女の車なんて見たことなかったぞ。いつもは朝8時から夕方5時くらいまで車で外出しているので。でも昨日今日は仕事を休んでいるんです。状況によってはこれからも仕事は休む予定なので、駐車場に止める時間は長くなると思いますけど。知るかよ。いいからどけって、俺が使うんだから。私が丁寧に説明しても、男は聞く耳を持たず、呆れて警察が間に入ってくれることに。あのね、君さっきから何をむちゃくちゃ言ってるんだ？契約書もある以上、君の主張が通るはずないだろう。むしろ連行しなくちゃいけないのは君の方だぞ。ポリコてめえ。なんと、警察と無断駐車男が揉め出す始末。どうしよう。こんな時夫がいてくれたら頼りになるのに。困惑していたところ、現れたのは意外な人物でした。一体何の騒ぎかしら。シュガーさん。ん？んだこのババア。ババア？ひっ。まったく、アパートの方まで聞こえるくらい大きな声で騒ぎ立てて。ずいぶんマナーのなっていないクソガキなのね。んだ、誰がクソガキだこれ。マネッサ、あなたが昨日病院に行けなかった原因はこれ？実はそうなんです。警察まで出動して、一体何なの？それが、その、私はこの男性から無断駐車をされて困っていると通報を受けてきたんですが、話を聞いてみれば、こちらの女性はしっかり駐車場を契約していて、女性が利用していないタイミングで、この男性が無断駐車をしていたようで。はぁ？毎日俺が使ってたんだから。もはやここは俺の駐車場。俺の縄張りだっつってんだろうがよ。もうそこにいる人間が絶句。こんな話の通じない人間が存在するのか。私と大家さんは困り果てて警察に視線を飛ばすが、警察もげんなりした様子。でも、涼しい顔をしている人が一人。わかったわ。それがあなたの主張なのね。何度もそう言ってんだろうが。じゃあ、その主張は法廷で聞きましょうか。あ、あ？あの、シュガーさん？こっちには契約書もあるし、多分月決め料は引き落としでしょ？はい、そうですけど。じゃあその引き落としの履歴と、あと監視カメラもついてるわよね。ええ、もちろんです。じゃあその映像も合わせて提出しましょう。今まで無断駐車してきた日数の使用料と迷惑料を請求したら、まあまあの額になるんじゃないかしら。普通に駐車場を契約した方が安いかもしれないわね。な、別にそこまでしなくてもいいだろうがよ。俺はただ、駐車場からどけって言ってるだけで。あなたの言い分が合っているというなら、
別に出るとこ出ても構わないでしょ。別にこっちも慰謝料請求できるんだものね。それに警察を呼ぶってことは、あなたは自分の言っていることに自信があるんでしょ。シュガーさんが詰め寄ると、男性の顔はどんどん青ざめていく。すごい、こんな風に相手を言いまかせる人がいるんだな、なんて感心していると、シュガーさんがさらに畳みかけることに。ねえ、どうするの？言ってみなさいよ、アーモン・エヴァンス君。なんで俺の名前を。え、シュガーさん、この人のこと知ってるんですか？実はちょっと昔に会ったことがあるんだけど、覚えてないのかしら？邪魔なんだよこら、どけや。邪魔なのはあんたよ。なんだてめえ。こっちは5日連続徹夜明けでうんざりしてんのよ。そこにピーピーギャーギャーと。あんた死ぬ覚悟はできてるんでしょうね。スキャット組のアモン様がてめえみたいな青白女に負けると思ってんのか。はあ、バカ相手には何を言っても無駄ね。誰がバカだこの野郎。いいわよ、かかってきなさいよ。もうここまで来たら、あと一人二人始末する人間が増えても変わらないわ。あう、うぐえ。はあ、ボッコボコにできてちょっとすっきりしたわね。そういえばあんた、スキャット組って言ってたわね。命だけはご勘弁を。いいからさっさと身分証明書を出しなさい。これね、アモン・エヴァンスね。あんた、次私に噛みついてきたら命はないと思いなさいよ。あの時言ったわよね、次私に噛みついてきたら二度目はないって。どうやら二人には因縁があるらしく、アモンという男性は首がもげるんじゃないかというぐらい高速でペコペコ頭を下げまくっている。相当怖い思いをしたんだろうな。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。ま、今回は私が直接絡まれたわけじゃないから見逃してあげなくもないけど、バネッサに謝罪すること、車を二度とここに止めないこと、それからきちんと迷惑料を支払いなさい。いいわね。もちろんでございます、バネッサ様。この度は大変申し訳ございませんでした。え、あ、はい、あの、もうこういうことをしないでいただければ。誓ってもう二度といたしません。その後、私が被害届を出さないということを説明し、警察と大家さんにはお引き取りいただいた。逃げたら承知しないわよ。はい。まったく。それよりバネッサ、大丈夫？あ、はい。助けていただいてありがとうございました。病院は大丈夫なの？あ、行けない。今日こそ行かなくちゃ。気をつけて行くのよ。はい。ありがとうございます。こうして私は病院へと向かい検査を受けたところ、無事妊娠していたことが確認できた。シュガーさんが助けてくれていなかったらどうなってたかわからないし、最悪手を出されていた可能性だってある。改めてシュガーさんにお礼を言いに行かなくちゃ。そう思って私は病院帰りにシュガーさんの家を訪ねることに。あら、シュガーさん留守なのかしら。明日に出直しね。さ、任務開始よ。やってんだにゃ。はーい。え、シュガーさん、ガーナちゃんも。どうしたんですか、こんなに朝早く。渡したいものがあってね。はい、これ。この封筒は一体。アモンから取り立てておいた駐車料金と迷惑料よ。え？バネッサ、病院でちゃんと検査してもらって妊娠が分かったんでしょ。あ、そうなんです。なんで知ってるんだろう。それなら余計なストレスはカットしなくちゃ。
あんな毒図との会話なんて大凶にも悪いし。でもありがとうございます。正直もうあんまり会いたいなとは思わないので。二度とこの辺をうろうろしないようにきっちり言っておいたから安心してちょうだい。よかったです。最近この辺りああいうチンピラが多くてみんな困ってたんですよ。警察も見回り強化はするというばかりだったんです。子供が生まれるとなると余計に心配で。大丈夫、もうそういう人は出てこないからね。え、それってどういう。あなたは何も気にしなくていいわ。あなたがするべきことは元気な赤ちゃんを産むことよ。それじゃあね、バイバーイ。はい、今度何か差し入れさせてくださいね。そう言って別れたけど、その日以降二人を見かけることはなく、気がついた時には引っ越していました。後から大家さんに聞いた話ですが、どうやら二人はもともとウィークリー契約で一週間しかここに住む予定ではなかったそうです。彼女たちの目的が一体何なのかは分かりません。でも私を救ってくれたことは確か。いつかこの子が生まれたら直接お礼が言えたらいいな。それでお母さん、今回の任務って何なの？最近この町を縄張りにしようとしているチンピラ集団がいるのよ。今回はこの町を取り仕切っているスキャット組から依頼を受けてね。そのチンピラを一掃してほしいらしいの。なんでもそのチンピラ集団を作ったのがスキャット組から足抜けした男らしくて、組長はカンカンらしいわ。思ったより泥沼になってるみたいね。はあ、とりあえずそのチンピラを全部吹っ飛ばせばいいの？ダメよ。今回は始末するんじゃなくて、全員スキャット組に引き渡すことがクリア条件よ。最近マフィアも若手不足でね、使えそうなやつは引き入れたいんですって。なんだ、つまんないの。カカオみたいにバチバチに戦闘する依頼がお好みだったかしら。それはカンピュー、私はただ爆弾で吹っ飛ばすのが一番手っ取り早いと思っただけだにゃ。威力の弱いやつなら使って OK よ。ルールは簡単、命を奪わなければ何をしてもいい。わかったかしら。わかりやすくて最高。さ、おしゃべりはここまで。行くわよ。了解。まったく、今日は散々な目にあったぜ。あのババア調子に乗りやがって。あの時は一人だったけど、今はそれなりに仲間も増えてる。こいつら全員で囲めば俺んだってチャンスはあるだろ。あの時の借り10倍返ししてやらねえとな。あら、まだしつけが必要かしら。さて、それじゃあ始めましょうか。なんだこいつら。くらえ。ガーナ、殺さない程度によ。なんなんだこいつら。そのまま俺が怯えてる間に、ババアとそのガキはあれよあれよという間に俺の仲間をボッコボコにしてゆき、気がついた時には意識が残っているのは俺だけになってしまった。さて、残るはあんただけだけど、どうしてやろうかしらね。あなたスキャット組からこっちに寝返ったんでしょ。それで組からも逃げ回ってるっていうのに、こんなしょうもないことをして、しかもスキャット組の島を荒らすなんて、脳みそのシワアイロンで全部伸ばしちゃったのかしらね。うるせえ。俺はただ男として一旗あげようとしたまでだ。こんなクソ雑魚なのに。誰がクソ雑魚だ。雑魚ほどよく吠えるってね。この状況でまだ私たちに噛みつけるその根性だけは認めてあげる。でもね、あなたに残された道は二つよ。このまま私たちに始末されるか、私たちの言うことを聞くか。さあ、どうするの？俺が女に首をつらうけ。許してください。何でも言うこと聞きますから。この人、情緒大丈夫？まあいいわ。それじゃあまずそこに転がってる連中、
全員外に用意してあるトラックに詰め込みなさい。はい。それから約束通りバネッサにお金を払いなさい。相場で調べておいたけど、ざっと50万ってところかしらね。はい。さあ、キリキリ働きなさい。はい。それから俺はトラックに仲間を詰めまくり、ババ、姉さんの指定された場所へ向かうことに。そこは、逃げ回り続けたスキャット組の本拠地だった。なんで?当たり前でしょ。スキャット組の島を荒らしまくったんだから、その落とし前はきっちりつけなさい。それから俺たちは屋敷に通され、親父たちからきっちりときついお仕置きを受けることに。結果として、俺たちは全員スキャット組所属になった。そして、今まで島で暴れ回った分、組にしっかり貢献することを条件に、俺たちは命拾いすることに。てめえ、ほんと使えねえな。すいません、すいません。任務完了ね。今日のお話はいかがでしたか？ハルカラムは殺し屋一族ですが、裏稼業のつながりで様々な依頼をこなしているようですね。実はシュガー、あれから数年後に同じ町を訪れているんです。その後のお話はおまけで確認してくださいね。それではまた。バイバイチーン。この町も変わらないわね。ああ、でも治安が良くなって子育て層が増えたって言ってたかしら。今日のお昼はハンバーグよ。わーい。あら、元気な子供を産んだのね。よかったわ。勘弁してください、兄貴。スキャット組は暴力、トラブル、ご法度だっつってんだろうが。おめえはいつまでもチンペラ根性が抜けねえで、もう一回きっちり締めてやる。はあ、数年経ってもバカはバカのままってことかしら。ま、スキャット組が管理してくれてるなら大丈夫でしょ。さ、次の任務に向かわなくちゃね。あっはっは、さあ、バトルロワイヤル人狼の始まりさ。こんばんエンド。僕のことはそろそろ説明しなくてもおなじみになってきたよね。それを見たら全てが終わり、最悪の殺人鬼エンドってやつさ。今僕は訳あって仲間を集めている最中なんだ。今回も僕が考えたスペシャルなゲームで仲間を選別していくよ。それで今回は何をやろうって言うんだ？今日はズバリ仮想空間を使ったデスゲームを開催するよ。仮想空間で？まずさっき集めてきた8人の犯罪者がいるね。ああ、エンドが指定した今世間を騒がせている、逮捕されれば確実に死刑になる、この条件を満たしている連中だ。うんうん、こっちへ来てごらん。これって準備は万端ということだよ。さあ、僕たちもこの装置をつけて仮想空間へダイブだ。俺たちも参加するのか？当たり前だろう。僕は常に優秀な仲間を求めている。定期的にデスゲームに参加してもらって精度を高めなくちゃね。はあ、常に死と隣り合わせってわけか。わかったよ。こうして僕たちも機械をセットして仮想空間の世界へ。ああ、どんな殺し合いができるのか。今からワクワクが止まらないよ。さあ、専用フィールドに到着したよ。エンドに言われて目を開くと、そこには広大な森が広がっていた。わあ、すげえ、森の中にいるみたいだ。相変わらずこの男の科学力には驚かされるな。リックと一緒にあたりをキョロキョロしていると、
怒鳴り声が耳に飛び込んできた。ああ、おめえ、俺たちをさらったイカルピエロだね。一体何が目的だ。おうおう、元気だね。それじゃあ早速ゲームを始めるとしよう。俺たちが集めた犯罪者は全部で8人。どれも今世間を騒がせている凶悪犯ばかりで、捕まれば死刑はほぼ確定のような連中。エンドがすでに捕まっていて死刑が確定している人間以外をターゲットにしたのはこれが初めてだった。どんな狙いがあるのかはわからないけど、今回は俺らも命の危険があるらしい。死ぬ気で生き残らねえとな。まず君たちは、そうだね、僕で適当にチーム分けしようか。それ。なんだこれ。443でチーム分けをしたのさ。今から始めるゲームはバトルロワイヤル人狼だよ。バトルロワイヤル人狼？文字通り人狼と村人に分かれて生き残りをかけたバトルをするのさ。ただしスタートは全員村人。人狼の発生条件は後で伝えるとして、簡単にルール説明をしておこうか。エンドが手を振り上げると空中にボードのようなものが現れる。どうやらこの空間はエンドの思うままらしい。ルール1、人狼村人問わずモンスターを倒すか、すでに持っている人を倒して奪うことでエメラルドのかけら4個を集めたチームの勝利。ルール2、モンスターを倒すとエメラルドのかけらを1つドロップすることができる。ルール3、全員に道徳値が100振り分けられ、この数値がマイナスになると人狼化する。人狼ではない人間を攻撃するか、回復アイテムのルビーを所持していると数値が減少。人狼化すると瞳が赤くなるので全員にバレることになる。ルール4、人狼はエメラルドのかけらを4個入手、または人狼プレイヤー以外を全員倒すことで勝利することができる。ルール5、チームリーダーはメンバーを外す権利を付与される。メンバーを外されてもゲーム離脱とはならず、一人でクリア条件達成を目指すこと。主にチームメンバーから人狼が発生した際に使用するスキルとなる。ルール6、一定時間が経過するとエリアの収縮が始まり、エリアの範囲外にいるとダメージを食らい死んでしまう。こんなところかな。そしてエンドが説明を終えると、俺たちの頭の上に100という数字が表示された。おそらくこれがさっき言っていた道徳値ということだろう。チームリーダーはどうやって決めるんだ？それは同じ色に振り分けられた人たちで自由に決めてくれて構わないよ。ちなみに黒チームのリーダーは僕さ。まあ何でもいいけどよ。おい待てよ、この空間はイカルピエロのテリトリーなんだろ。チートし放題じゃねえか。ゲームにおいてそんな野暮なことはしないよ。僕が何か不正行為をすれば、僕がセットしている装置から毒針が出て僕は死ぬことになっているから、安心するといい。ちなみに俺たちはこのゲームで死んだり負けたらどうなるんだ？いい質問だね。僕が不正をすれば毒針で死ぬと言ったけど、その毒針はここに参加している全員の装置に仕込んである。このゲームで死ねば現実世界の肉体に毒針が打ち込まれて本当に死ぬことになるよ。エンドの一言に犯罪者たちの顔が青くなっていく。そして次々にどういうことだと騒ぎ始めた。そりゃ誘拐されて目が覚めたらわけのわからない空間にいて、しかもゲームに負けたら死ぬなんて言われたら発狂したくもなるよな。
君たちは連続殺人犯、強盗殺人、カニバリズムと捕まれば死刑囚確定の凶悪犯罪者たちだ。このゲームで生き残れば警察の手から逃れられる。むしろボーナスラッキーチャンスと思って頑張ってもらいたいんだけど。うるせえ、お前が俺たちを殺さない保証もねえだろうが。このままじゃ話にならないと思った俺は仕方なく助け舟を出すことに。俺たちも死刑囚だったけど、実際こいつのゲームをクリアして今のところ生き延びてるぜ。は？俺たちの時は人数分水を用意されて、飲んだらそれぞれ違う症状が出る。解毒剤を飲まないと死ぬっていう状況だったんだ。マジかよ。一人はどんどん体温が上がり、一人はどんどん体温が下がり、一人は体の感覚が鈍り、徐々に体の活動が停止するというものだ。一人だけただの水を飲んだ人間が拷問器具の中から解毒剤を探すという悪趣味極まりないゲームだったよ。それをお前らは生き残ったってのかよ。まあ今のところはだけどな。本当にクリアすれば生き残れるんだろうな。もちろんさ。それじゃあまずリーダーを決めてもらおうか。チーム A が赤、チーム B が青ということにしよう。おい、やめろ。異論がねえなら俺がリーダーをやらせてもらうぜ。別に構わねえよ。早くこんなところから解放されたい。異論ないわ。つうわけで、このボンド様がリーダーだ。オーケーだ。チーム B は？俺はリーダーなんて嫌だぞ。私も無理。あなたが嫌なら私がやるけど、どうする？じゃあ俺がやるよ。俺はイーズだ。オーケー。チーム A がボンド、チーム B がイーズ、そしてチーム C のリーダーはエンドで決定。ではそれぞれのチームリーダーにマップを手渡すよ。これが何の役に立つんだ？そのマップにはクリア条件であるエメラルドのかけらをドロップできるモンスターの居場所や、回復アイテムや武器が置いてある場所、それから敵チームの居場所がリアルタイムで表示されるようになっている。今回のゲームで最も重要なアイテムの一つだから丁寧に扱うんだよ。了解した。他に質問はあるかい？何かあれば大声で僕を呼んでくれたら通信で話せるようになっているけど。能書きはいいからさっさと始めようぜ。同感だな。やってみないことにはわからない。オッケー。それではゲームスタートだ。バトルロワイヤル人狼スタート。エンドがそう言って指を鳴らすと、犯罪者たちが一斉に姿を消す。え？おいエンド、あいつらどこに？遠くに飛ばしただけさ。僕たちはこれから潰し合わなくちゃいけない。同じ場所に固まっていたんじゃつまらないだろう。じゃあさっき教えてやればよかったのに。ちょっとしたサプライズってやつさ。さあ僕たちが手始めにやることは、モンスターを探すんだろう。早くしよう。わかってないね。僕たちがやることは、さあ。エンドは俺たちに近づいて、その目的を小さな声で伝える。俺とリックは目を見合わせて驚いた。マジかよ。お前ほんと狂ってるな。わかっていたことだけどな。お褒めに預かり光栄だね。それじゃチーム C もスタートだ。湖のほとりにて。くせえ、あいついきなり始めやがって。とにかくやるしかねえよ。クリアするにはモンスターを倒してエメラルドのかけらを集めなきゃならねえんだろう。となるとまずは武器探しか。地図に M って出てるぞ。これが多分モンスターのことだな。あとは宝箱のマークが出てるから多分これがアイテム系だろう。南の方角に宝箱が2つあるわね。まずはそこに行きましょう。生き残るのは俺たちだ。
城下町にて。俺たちが飛ばされたのは町らしいな。なあ、このゲームが終わるまでじっとしてないか。どういうことよ。チーム A のボンドとかいうやつ、かなり血の気が多かっただろ。きっとあのサイコピエロとやり合ってくれるって。つまり同士打ちでゲームが終わるのを待つってこと？だっさ。効率的って言ってくれよ。まあ気持ちもわかるけどよ、ボンドたちのターゲットが俺たちにならない理由はないだろう。とりあえず武器と回復アイテム集めだ。地図を見た限りこのまま町の中心に進んだところにあるっぽいな。移動しようぜ。わかったよ。地図ではこの辺に宝箱が。あった。中を見てみよう。ラッキー。銃が4つ入ってたぞ。これで丸腰状態は出したな。弾もちゃんと入ってるみたいね。ピエロチームを避けるのは当然として、モンスターも適当にやっつけておきたいわね。一体倒せば確実にエメラルドのかけらをドロップできるのかしら。どうだろうな。倒してみないことには何とも言えないが。おお、見てみろお前ら。廃墟の向こうにモンスターがいる。肩鳴らしていこうじゃねえか。オーケー。ちょっとあんた、おとりになってあのモンスターの気を引きなさいよ。なんで俺が。嫌だよ。あんたがでかい声出すから気づかれたじゃない、バカ。チーム分けであんたと一緒になったのが最大の不幸よ。ふざけんな。ふう、とりあえず一個だな。すげえ、一発で仕留めちまった。お前らが騒いでくれたおかげで俺の動きが悟られなくて済んだぜ。でも仲間割れはほどほどにしてくれよ。生き残りたいならな。わかったわ。次はどうするの？全部のモンスターがあんなに雑魚だとは思えない。武器集めを中心に進んでいこう。オーケーよ。もう帰りてえよ。あんた本当に凶悪犯なの？どこまでも情けないわね。うるせえ。エンド、二チームともアイテムの方へ移動したぜ。そろそろ仕掛けるタイミングじゃないのか。そうだね。それじゃあ行こうか。なんだ？何の音だ？フィールドに人狼3体発生。繰り返します。フィールドに人狼3体発生。人狼？嘘だろ！どういうことだ？なんだよ！どうしたんだ？ピエロが言ってただろ！回復アイテムのルビーを所持しているか、村人を攻撃した時に道徳値がマイナスになると人狼になるって。だから意図的に行動しないと人狼にはならないんだ。じゃあ、この短時間で道徳値をゼロにしたってのか？仲間同士で傷つけ合うのは非効率だから、回復アイテムをとにかく集めまくったんでしょうね。でも、人狼になるメリットって何？家庭の話でしかないが、勝利条件のエメラルドのかけら4つをモンスターから集めるより、俺たち村人を全滅させる方が楽と判断したんじゃないか。ピエロとボンド、どっちのチームが人狼に？人狼は3体って言ってただろ。3チームの中で人数が3人だったのはピエロチームだけだ。早く逃げねえと。道徳値がゼロにならない程度に回復アイテムと武器を集めながらモンスターを探してエメラルドのかけらを集める。これから進む方角はピエロたちが進んでるのとは反対方向に行こう。ラッキーなことにあいつらは今ボンドチームの方に向かってるみたいだからな。湖のほとりにて。くそー、イカレピエロたち、こっちに向かってやがる。どうする、俺たちまだ武器を十分に集められてねえぞ。反対方向に走るか。いや、今からチーム B の方へ走るぞ。どういうこと？的は多い方がいいってことだよ。
俺たちだけ狙い撃ちにされるくらいならあいつらも巻き込んでやろうぜ。くそあの野郎、今度はなんだよ。ボンドたちがこっちに向かってる。ピエロたちと一対一でやり合うより俺たちのチームも巻き込んで的を増やそうって考えだろ。クズの考えそうなことだ。どうするの？待て、ピエロチームが分散した。どういうことだ？分散ってどういうことだよ。地図上にチームの色分け、丸い表示がされているんだ。黒い丸が分散した。こっちに一人向かって。もらった！チーム B のリーダーはパッと見た限り頭はそれなりに良さそうだったけど、組み合わせが悪かったな。俺の奇襲に驚いたチーム B の男は、驚きと恐怖で手元を誤り、俺ではなく仲間の女を撃ち殺してしまったのだ。撃ち殺しちまったらお前もこっち側になるのは免れないな。頭の数字を見てみろよ。仲間を撃ち殺したことにより男の道徳値が急降下。100あった数値は一気にマイナス50となってしまった。そして瞳は赤くなり人狼と化してしまった。そんな落ち着け。人狼になったらチームを出なきゃいけない理由はない。一緒に処理条件を目指せば。いいや、村人と人狼は基本同じチームにはなれない。同じチームに人狼が発生した場合はチームリーダー権限でチームを除外する必要がある。そのために付与された権限だぞ。なんだと？それに人狼の勝利条件は村人と違って村人を全滅させればいいだけだ。面倒なエメラルド集めなんかすると思うか？待ってくれよ。俺はお前たちを殺したりしねえ。頼む、待ってくれ。リーダー権限でお前をチームから除外する。イーズがそう言うと男の服は白へと変化した。これでチームから除外され男は野良人狼となった。さあ、村人にとって人狼は無差別に村人を攻撃する危険因子だ。そんな、待ってくれよ。頼む。悪い、許してくれなくて構わねえよ。嫌だ。そろそろチーム B のいる場所が見えてくるはず。なんだ。ちー、あいつらさては分散したな。気をつけろ、ピエロかその仲間がいるぞ。なんでピエロたちだってわかるの？チーム B かもしれないじゃない。バカか、ピエロたちは俺らを気絶させて運ぶだけの実力があるんだぞ。どう考えても俺らと手を組むか巻き込むのが最善策だろうが。俺らに攻撃を仕掛けてる時点でピエロチーム確定なんだよ。そんでこっちに来てるってことはチーム B はもうやられてる可能性が高い。なんだ、粗暴な言葉遣いの割に頭の回転は速いらしいな。てめえ、ピエロのメガネ部下だな。俺を殺さないとお前たちは全員ここでゲームオーバーだな。さあ、どうやって捕まえる？いちいち腹の立つ話し方しやがって、絶対消してやれ。おい、どうする気だよ。数打ち当たるって言うだろ。ほっと、そろそろ時間だな。死ねえ。なんだ。周りを見てみろ。なんだこれ。気をつけろ、それに触ると死ぬぞ。ルール6を思い出せ。一定時間が経過するとエリアの収縮が始まり、エリアの範囲外にいるとダメージを食らい死んでしまう。さっきのサイレンはエリアの収縮が始まる合図だったんだよ。そう伝えるとボンドたちの顔色はどんどん真っ青になっていく。そしてボンドは地図を片手に一人走り出した。おい、お前どこに？うるせえ、俺は絶対生き残るんだ。待て、その地図がないと。
ボンドは仲間を置き去りに走り去っていく。そしてレーザーは他のチームメンバーにどんどん迫り、いやゲームオーバーだ。てめえ、いよ、生きていたか。てめえも落ちたか。そういうお前も、俺も。なんでだ、村人は傷つけてねえぞ。見殺しにしたじゃないか。ちまあ、いい、ここにいる人狼全員で殺し合うか。いや、ゲーム終了だ。このイカレピエロ。結果として村人は全員死んでしまったからね。ボンドは想定外の人狼から助かってラッキーだったね。その点イーズは勝率を上げるために自ら人狼化する賢い選択を取ったじゃないか。はあ？俺のチームの男が一人仲間を誤って撃ち殺した。その時点で俺は人狼化して村人を殺す方が効率よく勝てることに気づいたんだ。じゃあ人狼化した仲間は生かしておけばよかったじゃねえか。いや、臆病者でとても使い物になる気がしなくてな。本当に凶悪犯か疑わしいくらいだ。はあ、その男はいわゆる多重人格者だよ。自分が犯罪を犯していた時のことは覚えていないだろう。へっ、そんなことはどうでもいい。とにかく俺たちは生き残りってことでいいんだな。ああ、バトルロワイヤル人狼、生き残りおめでとう。そして世界に絶望を与えるアペルピシアへようこそ。翌日、臨時ニュースです。ここ最近世間を騒がせていた凶悪犯たちの遺体が6体発見されるという事件が発生しました。警察によると何者かに毒殺されたとの情報が入っています。また現場には1枚の手紙が残されており、犯人からのメッセージの可能性が高いとのことです。親愛なる一般市民のみんなへプレゼントだよ。最悪の殺人鬼エンドよ。リバースパイス。こんばん、頭ぐるぐる。僕の名前はビタールカラム。と言っても僕は養子なんだけどね。いろいろあってアルカラムに引き取られて殺し屋になって、今は長女のショコラと一緒に表向きは喫茶店、裏稼業向けに情報屋をやっている。それがカフェアビアントだ。え？じゃあなんで一人アパートでしかもカレーを作っているのかって？まあそれは置いておいて。ん？窓の向こうを見てみると子供がじっとこちらを見ていた。何用じゃ？え、ああ、いい匂いだなーって。特製スパイスぶっこみカレー。へえ、いっぱい作るんだね。カレーパーティー。そっか、じゃあね。そう言うと、子供は僕に手を振って走っていった。さて、時間。僕は大鍋を車に積んでカフェへと出発。実はカフェのランチメニューでカレーを出そうということになって、このカレーは昨日から仕込んでいたものだった。うん、美味しいわね。これからお店でも出せそうよ。歓喜光栄。それじゃ、この後も頑張って。だじゃ。カレーを届けた後、僕はアパートへ戻ることに。すると、僕の家の前に何人か人が立っていた。その中には朝見かけた子供が。朝の子供。あ、お母さん、このお兄ちゃんだよ。朝お鍋いっぱいにカレー作ってた。あら、そうなの。じゃあほら、はい。まか不思議。何よ、早くカレー入れてよ。わざわざもらいに来てあげたんだから。意味不明。あんた一人暮らしでしょ。それで大鍋いっぱいのカレーなんて食べきれないじゃない。だから
お裾分けでもらってやるって言ってるの。おお、これが噂に聞くたかりくれくれというやつかと思わず感心してしまうような言い分。隣にいるママ友はええという顔をしている。多分お裾分けしてもらえるからとでも言われてついてきたんだろうな。あのカレーは知り合いに頼まれて用意したもので、さっき届けたからもうない。はあ、なんですって？ご近所より知り合いを優先したっていうの？信じられない。信じられないのはお前だ。何より初対面で知らない人間に食べ物は渡せない。食中毒なんてことになったら責任も取れない。ふざけんじゃないわよ。じゃあ窓を開けてこれ見よがしにカレーなんか作ってんじゃないわよ。自慢するようなことしたあんたが悪いのよ。お腹を空かせた子供がかわいそうだと思わないわけ？今すぐ新しくカレー作りなさいよ。なんてもうとんでもない暴論でわめき散らすおばさん。でも一緒に連れてこられたお友達は常識人だったのか。ほんとすみません、約束しているとばかり思ってたんです。ベネットさん、もうみっともないから帰りましょうとわめき散らすおばさんの手を引いて帰って行ってくれた。後から近所の人に話を聞いたところ、ここから少し離れたアパートの住人でいろんな人にたかりをすることで有名な人物だったらしい。まったく、ご飯食べ損ねたじゃないの。えかい独り言だな。あ、そうだ、確かジョンソンさんの家、昨日旅行から帰ってきたばっかりよね。きっとお土産があるはずだから行ってみようっと。筋金入りの小敷根性。ここまでおっぴらに他人に物をたかる人間がいるとは、世の中知らないことばかり。ん？今誰かに見られていたような。意外と勘がいい。油断大敵。それからも透明化の力を使って独自にベネットを追うことに。ベネットは専業主婦で、旦那は単身赴任で忙しくしているらしい。子供は一人、今は小学生みたいだけど、子育てに熱心なタイプじゃないらしい。ご飯はテーブルに千円札が置いてあるだけ。朝帰ってきてすぐ出かけて、一日中いないこともザラだった。孤独、気の毒。そしてあのカレー事件から2日後、なんとまたベネットが僕のアパートに突撃してきたのだ。出てきなさいよ、いるのは分かってるんだからね。迷惑千万。あんたのせいで近所のママたちからもう関わらないでって言われちゃったじゃないのよ。どう責任取ってくれるわけ？身から出たサビ、自業自得。許さないわよ。侮辱罪よ、侮辱罪。私に慰謝料支払いなさいよ。理解不能。勝手に押しかけて勝手に騒いで勝手に帰って行ったのはそっち。こっちが迷惑料を請求したいくらい。なんですって？出るとこ出るなら受けて立つ。大家さんにも言いつけてやるんだから。ご近所トラブルを起こす厄介なやつが住んでるってね。今のうちに荷物をまとめて出ていく準備をしておくといいわよ。覚えてらっしゃい。ベネットは顔を真っ赤にして怒りながら、ドスドス足音を立ててその場から消えていった。もしもし、守備上々、近いうちに動きあり。翌日、懲りない小敷。誰が小敷ですって？今のも名誉毀損にしてやるんだから。どうも、ベネットさんに雇われた弁護士です。この度はベネットさんに対する侮辱罪、名誉毀損の件で伺いました。あぜん呆然。それからね、あんた契約違反してるから違約金も払いなさいよ。初耳案件。具体的に何が契約違反か教示願う。見りゃわかるでしょ。玄関先に勝手にカメラつけたりライトつけたり。大家さんが怒ってたわよ。賃貸なのになんて勝手なことをしてくれたんだって。違約金は50万ですってよ。本当に大家さんが50万と言った？そうよ。あんまりごねるとうちの弁護士が黙ってないわよ。契約書にそんな記載なし。
はあ？賃貸契約書取り付ける際事前許可取れば問題なし。事前許可書もある。何がどう違約金になるのか説明願う。僕が書類を取り出すとベネットはあからさまにあわあわし始める。しかしベネットに雇われたという弁護士の男は割と冷静だった。ではその件は再度大家さんに確認しますので、とりあえず保留で。名誉毀損の示談金について話し合いたいのですが。そうよ、示談に応じなかったら訴えてやるわ。訴えられたら困るわよね。おとなしく言うことを聞いておいた方が身のためよ。あれ、もしかして私が弁護士かどうか疑ってます？すみません、自己紹介が遅れまして。私、黒猫法律事務所所属のジャック・ネルソンと申します。あなた、以前うちの事務所に来ましたよね。無料相談して名刺だけもらって帰っていった。お前、あの日の。ちょっと何？どういうこと？どういうことも何も、それは僕の名刺。はあ？嘘よ！こんなボロアパートに弁護士が住んでるわけ。このアパートは僕がオーナー。大家さんを雇って管理してもらってる。だからそもそも、大家さんが僕に対して違約金を請求するなんてありえない話。僕の話を聞いて、ベネットも偽弁護士も顔面蒼白。でも僕は、まだまだ二人を追い詰め続けることに。弁護士を語ることは立派な犯罪。カラム・スコット。なんで俺の本名を。ちょっと、マジでどうなってんの？二人は今までにも無料相談を受け付けている弁護士事務所に相談に行って名刺を集めまくって、その名刺を悪用して詐欺行為を繰り返していた。悪用された弁護士事務所5件、詐欺案件12件、荒稼ぎした慰謝料700万円。僕が次々二人の悪行を挙げると、二人の顔色はどんどん悪くなっていく。しかしそこはさすがに弁護士を語るだけあって、それなりに知識はあるようで。うるさい、証拠もないくせにベラベラと。俺らがやった証拠でもあんのかよ。そうよ、適当なこと言わないで。バカコンビ。なんですって？ベネット、自分で言った。賃貸なのにカメラを取り付けてるってね。このやりとりが何よりの証拠。余罪は警察がきっちり調べてくれる。ちなみに逃げようとしても無駄。あと3分以内に警察到着。そんな。さて最後の仕上げ。呼ばれて飛び出てじゃ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 ーん。ビターさん。現在ターゲットは警察連行。その後しっかり実刑になると思われ、尾行していて判明したことでスコットとベネットは不倫関係だった。その件に関してこの後ベネット旦那に聴取に行く。その後は予定通り今回の件を SNS で拡散。これで語りの被害に遭った弁護士事務所の信頼も戻るはず。ありがとうございます、ありがとうございます。そう、実は今回の依頼人は黒猫法律事務所に所属する弁護士。依頼内容は。実は最近、事務所所属の弁護士を語った一般人に対する詐欺が頻発しているんです。手口としては、無料相談に来た際に弁護士から名刺を受け取り、それを使って難癖を受けて慰謝料を脅し取るという感じで。極悪。この件で悪評が広まり、顧問弁護士を外される被害が出ている事務所もあるんです。それで更新所にお願いして犯人の目星はつけました。これから証拠を集めれば僕たちだけでも犯人を立件に持っていくことは難しくないです。それでは足りない。はい、我々弁護士が受けた損害はかなりのものです。金額だけでなく町の人々からの信頼も失いました。ですが普通のやり方ではそのお金を回収することはできないでしょ。こう見えて我々も裏社会のルートはそれなりに知っているつもりです。ここなら
犯人を逮捕に追いやるだけでなく、賠償金もしっかり回収してくれるのではないかと。資料を見たところ、あなたの事務所は被害に遭っていない。言ったでしょ？弁護士は信頼が大事なんです。これは、弁護士会全体が被った被害とも言えます。それに、次のターゲットにうちが選ばれる可能性が高いとも踏んでいます。なので、それを逆手にとって、徹底的に制裁を加えてほしいんです。合点承知。というわけで、まずはベネットが現れそうな周辺で空いている物件を調査。アパートが丸ごと一棟売りに出されていたので、潜伏用に購入。それから依頼人が所属する黒猫法律事務所と計画を立て、僕にジャック・ネルソンという偽名の名刺を与えてくれた。業務は行わず、ターゲットが無料相談に来たら、その名刺を渡して対応する役目。更新所のおかげで犯人がベネットとスコットであることは目星がついていたため、あとは毎日事務所に出社、もしくはアパートでベネットと遭遇するチャンスを伺うことに。そして狙い通りスコットが弁護士事務所にやってきた。無料相談してくれるって聞いてきたんですけど。どうぞこちらへ。先に名刺もらえます？挨拶が遅れました。私、ジャック・ネルソンと申します。どうも。それからスコットは債務整理がしたくて見積もりをもらいたいと言い、10分も話さないうちに出て行った。第一段階クリア。そして例のカレー事件につながるのである。実はあの日以外にもカレーは作っていた。ベネットの子供はネグレクト状態でお腹を空かせていたから、これが一番効果的と踏んだのだ。まさかあそこまでうまくいくとは思わなかったけど、結果オーライ。その後僕は透明化で集めた資料を提出。実はベネットの家には何度も忍び込んでいて、詐欺以外にもいろいろやばい証拠が見つかってしまった。なんと二人は薬にまで手を出していたのだ。詐欺、恫喝、薬、さらに育児放棄など犯罪のダイバーゲン状態。二人の実刑は免れず、塀の向こうへ行くことに。ベネット旦那は、大急ぎで出張から戻ってきて、警察から事情聴取を受けたが、本当に何も知らないことや、アリバイをもとに潔白が証明されたため、そのままベネットと離婚することに。子供は一時的に両親に預け、仕事は時間の融通が利くところに転職するそうだ。めでたしめでたし。まあ事件的にはそれでめでたしかもしれないけど、依頼人の希望は信頼回復と賠償金の回収でしょう。その辺はどうなってるの？信頼回復中。タブレットには SNS やネットの記事が表示されている。そこには僕が拡散した情報だけでなく、情報を売りつけた週刊誌がリリースした記事なども溢れていた。どれも弁護士から名刺をかすめ取り詐欺を働く極悪犯逮捕と大きく取り上げられており、トレンドにも載っていた。なるほど。これで勝手に事件のことは広まるし、弁護士事務所側が被害者だったことも一目瞭然。信頼回復のオーダーは達成できそうね。抜かりはなし。資金回収はどうするの？刑務所を出てくるのはもっと先でしょう。こちらも抜かりなし。ショコラ、協力要請。はぁ、現場に出るのは久しぶりだけど。まあいいわ。もともとアルカラムですもの。完璧にこなしてみせましょう。あ？なんだお前たち、新人か？ええ、最近収監されたベネットとスコット。こっちの地区での事件にも絡んでいる可能性があって、ちょっと話をさせてもらいたいんだけど。まったくとんでもない連中だよ。こっちだ。ご苦労さん、良い夢を。何する。どうも、ベネットさん、スコットさん。あんた誰？一体何なの？あいつ俺たちをはめやがったクソ弁護士だ。どうもどうも。さあ、あなたたちはこれからここを出るのよ。どういうことよ。もっといい場所に行きましょうってこと。ビター、やっちゃって。
合点承知。いやうん、うん、おい起きろ、やばいことになったぞ。何なの？ベネットとスコットを運んだ場所、それはとある地下競技場。競技場にはたくさんの囚人服を着た人間が集められており、その競技場を囲うように観客席が設置。そこには仮面をつけた人間が座っており、囚人たちを眺めていました。相変わらず胸クソの悪い施設ね。でもここが最適。わかってるわよ。ま、これで弁護士事務所の損害が埋まるなら安いものよね。金が払えないなら命で監禁。それが裏社会のルールよ。やあやあ、ショコラくん、ビターくん、今回も景品集めに協力してくれてありがとう。言われた通りの金額を振り込んでおいたからね。迅速な対応感謝するわ。でもあまり派手なことはしちゃダメよ。ここだっていつ摘発されるかわからないんだから。大丈夫、ここは警察署長も御用達だからね。さて、今日は何のゲームにしようかな。行きましょう。ゲームの内容には興味がないわ。完全同意。こうして僕たちは会場を後にする。ここはいわゆる金持ちたちが金を出し合い、自分たちの趣味趣向を満たす場所。集められた人間はとんでもない借金を抱えていたり、表社会のルールでは裁けない極悪人だったりと様々だ。そういう人間を金持ちたちが買い取り、一箇所に集めて様々なゲームを開催する。そのゲームに関しては良い子は知らない方がいい。一つ言えることは、いやー、来るな来るな、命の保証はされないということ。ショコラが言った通り、文字通り命で監禁するのだから。回収した賠償金は被害に遭った弁護士事務所宛に送金済み。ミッションコンプリート。本当にありがとうございます。国が定めた法律で依頼人を守るのが弁護士の仕事なのに、僕はそれに大きく背きました。その罪は一生背負っていく覚悟です。綺麗事だけで生きていけないから、私たち裏社会の人間が存在するの。あなたはあなたにできる全てを使って仲間と弁護士の信頼を守った。誰もこの事実を知らなくても私たちは覚えているわ。影の英雄に乾杯。ありがとうございます。もう二度とここのお世話にならないことが一番ですが、もしかすると僕のようにどうしようもなくなっている人に出会ったら、その時はここの話をしてもいいでしょうか。お客歓迎。そうね、宣伝してくれるのは大歓迎よ。それでは失礼します。こうして今回の依頼も無事完遂。おかげで弁護士事務所界隈のネットワーク情報も手に入った。ショコラは主に裏社会の情報を、僕は表社会の情報を集める分担ができつつある。これからも名探偵ビターを目指して精進あるのみ。ビターの透明化の力があれば、尾行も家への侵入もお茶の子さいさいという感じですね。これからもビターがどんな事件を相手にしていくのかお楽しみに。それではまた、バイバイチーン。あれ、案内人さんはどこ行ったのかしら。そういえばショコラ、久しぶりの現場でも凄腕健在。さすがにそんなあっという間に腕が落ちたら、アルカラムの長女の名が廃るでしょう。私たちは家を出ているとはいえ、いつ召集がかかるかわからないんだから、自主練をサボっちゃダメよ、ピーター。あいあいさ。うわ、なんだい、大丈夫か。今カラスが石をくわえてあなたの窓にぶつけていたわよ。はあ、バレバレな嘘をつくね。こんばん、うざがらみ夫婦、ミステリー案内人です。今日は嫌な夫婦が出てくるお話なの？
はい、あの殺し屋のシュクレが最低な夫婦に嫌がらせをたくさんされるお話です。私はその夫婦が心配になってきたわ。殺し屋に嫌がらせをしても絶対にいいことにはならないもの。一体どうなってしまうのか、早速見ていきましょう。ふう、これで全部だね。僕はシュクレ・ハレイソン。今日は任務のため購入した一軒家に引っ越してきたばかりだ。さあ、ご近所さんとも揉めないようにいろいろと挨拶回りをしないと。僕は手土産を抱えて隣のご近所さんに一軒一軒挨拶。みんないい人そうでよかったと思っていたんだけど。はい、ゴーレ、なんでうちには挨拶に来ないんだよ。はあ、あの失礼ですが、どちら様でしょうか。向かいのアパートに住んでるマシマだよ。この辺りは俺が仕切ってんだ。挨拶に来ねえとはいい度胸だな。それは失礼しました。両隣の一軒家の方だけでいいかなと思っていて。言い訳はいらねえから、さっさと挨拶で配ってる手土産をよこせ。あ、ちょっと一軒家に住んでるんなら金もあるんだろ。ケチケチしねえで最初から配れってな。これが俗に言う乞食根性ってやつか。こうしてマシマは僕から乱暴に手土産をひったくって消えていった。その後ご近所さんから聞いたんだけど、どうやらあのマシマとその妻はこの辺では要注意人物らしい。おそらくこの一軒家に住んでいる区域の人たちは富裕層だから、さっきみたいに何かと難癖をつけられているのだろう。まあ一応挨拶も済んだし、今日はよしとするか。こうして一通りの二ほどきや挨拶も終わり、ゆっくりとしていた僕。あれ、誰だろうか。そんな時、まだ知り合いもほとんどいないはずの僕の家に誰かが来たんだ。はい、あなたは。どうもこんにちは、向かいのアパートのマシマです。ああ、どうも。昨日は主人に手土産をくれてありがとうございます。すごく美味しいクッキーだったようで。いえいえ、お気に召したなら何よりです。なんだ、奥さんは普通じゃないか。奥さんがわざわざ手土産のお礼を言いに来てくれたのだと思ったが、その考えは間違いだった。それで私の分は？それはどういう。だから私はまだあんたからご挨拶の手土産をもらってないでしょうが。でも旦那様には渡したので。あなた失礼な人ね。私たちはこの辺りを仕切ってる真島夫婦なのよ。夫婦それぞれ一つずつ手土産が必要でしょうが。さっさと持ってきなさい。はい、奥さんも噂通りやばいな。こうして僕は真島さんの奥さんにも同じ手土産を渡すことに。あら、どうも。それじゃあ今後もよろしくね。はい。本当にヤバい夫婦だな。はぁ、想像以上のズーズーしさだね。これでちゃんと夫婦二人に挨拶したし大丈夫のはず。あ、別の仕事の時間だ、行かないと。だけどこの時の僕は真島夫婦の本当のヤバさをまだ体験していなかった。はあ、今日の仕事は疲れたね。お前もう帰ってきたのか。どうも、お邪魔してますわ。人の家で勝手に何してるんですか。なんと別の仕事から帰ってくると、真島夫婦が僕の家で勝手にピザを食べたりビールを飲んだりしていたんだ。その言い方なんだ。俺たちはお前の引っ越し祝いをしに来てやったんだぞ。そうよ、わざわざ家に来てピザまで焼いてあげたのに何よ。
いや、そのピザは僕が買っていた高級ピザ、それにビールまで。それよりどうやってこの家に入ったんですか？はぁ？普通に鍵が開いてたじゃねえか。だから入っただけだ。そうよ、それに引っ越し祝いをしに来ただけなんだから、私たちは何も悪くないわ。鍵は閉めたはずだ。ピッキングで勝手に開けたんだな。すみませんが、これは不法侵入です。勝手に家に入るのは今後はやめてください。さすがにこれは許せないと思い、僕はしっかりと伝えることにした。だけど真島夫婦に常識などは通じなかったんだ。お前誰に向かって言ってんだこれ。私たちはこの辺りを仕切っている真島夫婦なのよ。引っ越し祝いをしに来たっていうのに失礼なやつね。いや、これ以上ここに居座るのなら警察を呼びますよ。てめえ、俺らに逆らうって言うんだな。もういいわ、こんな立場をわきまえない新参者は放っておきましょう。言葉の通じない人っていうのはどこの世界にもいるもんだな。こうして僕は強気な態度で真島夫婦を家から追い出すことに。お詫びにこれもらっていくからな。これだけで勘弁してあげるわ。嘘だろ。だけど真島夫婦は出て行く際、勝手に僕の私物を持って行ったんだ。まさかあそこまでヤバい人たちだったとは。まあ、あれだけ怒ってたし、もう僕には関わってこないだろう。こうして真島夫婦のヤバさについて十分に理解ができた僕。だけどどうやら真島夫婦に反抗したのは間違いのようだった。これはなかなかにいい車じゃないか。それは真島夫婦と言い合いをしてから数日後のこと。僕はその時仕事用で購入したピカピカの大きな新車を眺めていた。せっかくだし一人でドライブでも行こうかな。うわ、なんだい。大丈夫か。今カラスが石を加えてあなたの窓にぶつけていたわよ。はあ、バレバレな嘘をつくね。家の窓を石で割られた僕は、犯人が誰かは分かりつつも家の中に入って確認をすることに。窓の割れた位置、石の大きさや場所などから軌道を考えると、向かいのアパートから投げられたものだね。やっぱり真島夫婦の仕業だ。どうやら真島夫婦は僕に対して徹底的に嫌がらせをするつもりのようだった。きっと自分たちに歯向かう僕をこの家から追い出したいんだろうね。任務のためにこの家から離れるつもりはなかったけど、僕はそれよりも気にすることがあったんだ。あの車、外に置いているより駐車場の中に隠しておいた方がいいね。駐車場の小窓を塞ぐ木材も買ってこよう。僕は石をぶつけられないように新車を駐車場の中に入れ、いろいろと対策をした上で、さらに近くのホームセンターへ必要なものを買いに行くことに。これはまさかここまで早いとはな。だけど僕がホームセンターに行っている20分の間に駐車場は壊されて新車はなくなっていたんだ。これは大変なことになったね。犯人は分かりきっているから、現場検証やらなんやらは全て警察に任せることに。ここまで見ていた君たちはきっと僕が真島夫婦からやられっぱなしだと思っているだろう。実はここまでの流れは全て僕の計算通りなんだ。一体どういうことかって、僕の新車を盗んだ真島夫婦の様子を見ればわかるよ。やっぱ新車は最高だな。私たちに逆らった報いよ。ドライブを楽しんだ後はそのまま海に落として廃車にしてやりましょう。それはマジで面白すぎ。突然どうした？で、うわー！
ちょっとあなた、前見て。はい、もしもし。はい、はい。ああ、そうですか。わかりました。すぐ伺います。車を盗まれて数時間後、僕は警察から電話を受けて病院へ向かうことに。てめえ、何しやがった！あんたの車のせいで私たちは、病室では真島夫婦が入院していた。二人は僕から盗んだ新車で事故を起こし、一命は取り留めたものの一生歩けない体になったのだ。僕が何かしました？あなたたちに車を盗まれただけですよ。嘘つくんじゃねえ。あの車の中に化け物を飼っていただろう。そうよ、あんたが呪われていたせいで私たちは事故ったの。あんたが責任取りなさいよ。どうやら突然車に化け物が現れて二人は事故ったらしい。だけどそんな話が警察や僕に通じるわけがない。警察が押収した僕の車には化け物なんていなかったらしいですよ。そんなわけねえ。あんたは絶対に許さない。僕の家に勝手に入ってピザを食べたり、物を持って帰ったり、石を投げたり、車を盗んだり。警察からまだ詳しいお話を聞いていないようですね。許さないのは僕の方ですよ。なんだと？どういうことよ。今後あなたたちは一生車椅子生活。盗難の証拠もあるから警察に捕まるのも確定。この後には地獄しか待っていないということですよ。ふざけるな。てめえ、被害届出したらどうなるか分かってんだろうな。そうよ。もしそんなことをしたら、あんたを地獄の果てまで追いかけて復讐してやるわ。はあ、こんな状況でも威勢のいい真島夫婦に呆れつつも僕は言った。僕はもうあの家からは引っ越しますし、お互い会うことはないでしょう。ただもしこれ以上僕と関わるというのなら、あなたたちに今以上の生き地獄を味合わせますよ。じゃあ僕はこれで失礼します。残りの人生頑張ってくださいね。こうして僕はそのまま病室を後にした。失礼します。シュクレガー。それで結果は？依頼通り事故で処理することができましたよ。真島夫婦はどちらも下半身麻痺で一生車椅子生活。警察にも捕まるでしょうし、ある意味死ぬより辛いでしょう。そうか、素晴らしい仕事に感謝するよ。そう、僕の今回の任務、それは真島夫婦を地獄に落とすことだったのだ。あの真島夫婦は近所でも有名で問題ばかり起こすトラブルメーカーでした。自分たちよりお金を持っていそうな家に勝手に入って、いろいろと金目のものを盗んだりとね。だけどそのご近所さんたちは警察沙汰も面倒だから多めに見ていたということが。はい、それで真島夫婦は自分たちがあの地域を仕切っていると勘違いした。救いようがないの一言に尽きるという感じでしたよ。被害者は妹だけではなかったということだな。マフィアのボスのあなたのような大物から妹さんの復讐として依頼を受けた時は驚きましたけどね。どちらにせよあの夫婦はいつかは誰かに復讐されていたと思います。妹は恨んでいないようだったがな。俺が許せなかったからよかったよ。今回の依頼主は裏社会ではそれなりに名の知れたマフィアのボス。実は真島夫婦は以前に富豪たちから盗んだ車でこの依頼主の妹さんをひき逃げしていたのだ。俺の妹は小さい頃に親戚に養子に出されていてな、あくまで一般人として生活していた。危険な目に遭わせまいと俺はなるべく関わらないようにしていたのに。
マシマ夫婦のせいで片足が麻痺になったんですもんね。ああ、警察は証拠がなくてマシマにたどり着けなかったが、俺の部下や裏社会のコネで犯人がマシマだと分かったんだ。でもマシマ夫婦に妹と同じ目に遭わせてくれとどうして僕に依頼したんですか？あなたたちならあの夫婦を簡単に殺すことはできただろうに。実は僕は今回ターゲットを殺してはいけないと言われていた。あくまでも依頼主の妹さんのように一生歩けない体にしてほしいと言われていたのだ。妹の復讐で俺が人を殺したと知ったら妹は俺に対して怒るだろうからな。なるほど。マフィア組織のボスも妹に対する好感度は気にするというわけですね。まあな。それに同じように一生歩けない体にしようとしても俺たちはすぐに殺しちまう。俺らは殺す方が得意だからな。だからプロのお前に任せたってわけだ。殺さずに同じように復讐するのはなかなかに難しかったですけどね。でもお前は完璧にやりきった。よかったらどうやってマシマたちに近づいて復讐したのか教えてくれないか。簡単なことですよ。こうして僕は依頼主に僕の仕事の手順を説明した。まず僕はマシマ夫婦がターゲットにしているという富裕層が住む住宅街に一軒家を購入。それからマシマ夫婦が僕に執着するよう少しずつ誘導しました。執着するように誘導ってどんな風にだ？相手の家に押し入っては食事をたかり、物を盗むこともあるという情報をもとに、わざと家の鍵をピッキングで開けやすいようにしたんですよ。なるほどな。そしてわざとマシマ夫婦に反抗して僕に執着させたところで、彼らに餌を与えることにした。それが例の大きな高級車だ。どうしてマシマ夫婦を釣る餌が大きな高級車だったんだ？マシマ夫婦は決して給料がいいとは言えず生活はギリギリ。車も中古のボロいやつを何年も乗っていて、コンプレックスがあるのは目に見えていた。だから目の前で新車をぶら下げれば食いついてくるのは必死だと思ったんです。そこまで情報を仕入れて誘導するとはさすがだな。案の定マシマ夫婦は僕の車に執着し始めたと気づきましたよ。僕が新車を見ている時に石を投げてきたんでね。それでどうしたんだ？盗みを働いたことがある人間なら頑張れば壊せるだろうというくらいのギリギリのセキュリティを駐車場に設置して、わざとマシマ夫婦に車を盗ませたんです。うん、いいね。順調に高速に乗ったようだ。そろそろ使おうかな。そして僕は車に設定していたカメラでマシマ夫婦のドライブの様子を監視。関係のない一般人まで巻き込んでしまわないようタイミングを測り、仕掛けを作動させた。えい！突然どうした？ちょっとあなた、前見て！なるほど。それでお前は一体何を使ったんだ？車の後ろに仕込んだ遠隔操作式のゾンビ人形ですよ。僕がこれまで葬ってきたターゲットたちを剥製にして作ったものでね。なかなかにリアルだったと思います。マフィアのボスの俺でも怖いだろうな。でもどうして人形にしたんだ？事故を起こしたいのならブレーキに細工するとか他にあっただろう。車自体に細工したら警察にバレますからね。それにゾンビ人形の方が今後も車に乗るたびに怖くなるトラウマも与えられると思って。やっぱりプロの殺し屋は怖いな。ゾンビ人形とカメラは遺体回収専門の業者に連絡を取ってすぐに回収してもらいましたよ。警察が来る前の一瞬だったから証拠も残ってない。
あくまでの偶発的な事故として処理したってことか。話が聞けて面白かったよ。ほら、報酬だ。どうも。こうして僕はマフィア組織のボスからの依頼を無事に完了させることができた。こうやって見てみても本当に怖い顔をしているな。君はこれから様々な使い方ができそうだし、頼りにしているよ。まさか一連の流れが全てシュクレの思惑通りとは驚いたわ。本当ですね。プロの殺し屋は一歩先、さらにその一歩先と読んで行動しているということが分かりました。みんなは普段から人に嫌がらせをしたりはしないようにね。もしかしたらその相手が最初からあなたを狙った殺し屋かもしれませんしね。それじゃ、バイバイチーン。はい、もしもし。ええ、何？事故に見せかけてターゲットを下半身麻痺にしてほしい。なるほど、詳しく話を伺いましょう。早速また君が活躍しそうな案件がやってきたよ。それじゃ、行ってくるね。